油壺は神奈川県三浦半島に存在する湾とその付近を指す地名。古くから観光地や別荘地として、また日本水準原点の標高を検定するための国土地理院の油壺県庁場があることで有名。油壺航空写真油壺湾とチョイソ湾。東京大学三崎臨海実験所付近からこの地の荒井城にこもった三浦一族は 北条総運の大軍を相手に3年間にわたって奮戦するも、1516年に三浦義康をはじめ将兵は討ち死にし、残る者は油壺湾へ投進して、湾一面が血潮で染まり丸まで油を流したような状態になったので後世、油壺と言われるようになったとされる。また、湾内の水面が油を流したように静かだからという説もある。 ハイキングコースが整備され、荒井城市や三浦道寸の墓など三浦の歴史に触れることができる。5月最終の日曜日に、かつての三浦一族を忍び、道寸祭りが行われる。また水族館や植物園などがあり、ヨットハーバーとしても利用されている。京急油壺マリンパーク級油壺観光ホテル1963年以来、 三崎観光により、城ヶ島と油壺の間に定期観光船が運航されていたが、2007年12月15日をもって休行となった。京急栗浜線を三崎口から油壺まで延伸する計画があり、1923年8月27日に事業免許が発行されていたが、2005年10月に事業免許が取り下げられた。その後も、 事業計画は継続されたが、2016年3月16日、沿線人口の減少等を理由に、延伸事業と土地区画整理事業等による大規模宅地開発事業の凍結が決定され、延伸計画は事実上白紙となった。日本水準原点と油壺県庁所国土高さの4ところから、CE、建設業界、2008年3月油壺、県庁所の磯相現地、 説明看板より、当社栗浜千円伸区間、三崎口油壺間の免許一旦取り下げについて、京浜急行電鉄、オリジナルの2005年12月12日時点におけるアーカイブ。 h t t p w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 0 5 1 2 2 3 5 6 0 6 h t t p w w w k q c o j p p プレ s /2005/20051007/html2016 年3月19日閲覧 棚卸資産評価損及び減損損失の形状に関するお知らせ。京浜急行電鉄。2016年3月16日閲覧。ありがとうございます。